密室裁判の末、6月11日、周栄校に無期懲役が下されました。かつては、政法委員会を牛耳り、石油の名脈を握っていた中国共産党の大物でしたが、2012年頃から政治生命に陰りが見え始め、2014年の夏、ついに事件が正式に立件されました。 今回、修栄校は、ようやく公の場に姿を現しましたが、その幕切れは、あまりにもあっけないものでした。今回、白髪頭で登場しましたが、以前の艶やかな黒髪とは対照的です。また、 集栄校の立件は大きな注目を浴びたにもかかわらず、裁判は秘密裏に進められました。その理由として、1、上層部の秘密が漏れることを恐れたため、2、外部からの妨害を避けるため、3、想定外の事態を防ぐためだと考えられています。また、今回発表された罪状と量刑は、予想以上に軽かったと驚きを呼んでいます。 収賄、職権乱用、国家機密漏洩の3つの罪にとどまっています。また、着服額は1億3000万元と発表されましたが、これまで海外メディアは900億元、日本円で1兆8000億円だと報道していました。 周栄校の判決のニュースは世界のメディアが伝えましたが、特に AFP 通信の記事が注目されました。記事によると、周栄校は四川省のトップだった時代、 ファールンゴン精神運動の取り締まりなどの政策を強硬に推し進め、名声を獲得しました。ファールンゴンの支持者の話として、修栄公はファールンゴン迫害を通して出世ガイドを歩んだとも伝えています。この記事は、英語版のヤフーやイギリスのデイリーメールなどのメディアに全文が転載されました。ある調査組織は修栄公について、 ファールンゴン迫害の8つの罪状を挙げています。そのうち最も恐ろしいのが、生きているファールンゴン学習者から臓器を奪う臓器狩りです。カナダの元国会議員、デイビッド・キルガー氏や、人権派弁護士のデイビッド・マタス氏、著名作家のイーサン・ガットマン氏など、この件を調査した専門家は、長年世界に真相究明を求めてきました。今年3月、 中共の元衛生副大臣で、中国臓器提供移植委員会の主任であるコー、高潔夫氏は、香港のフェニックステレビに出演し、臓器移植の問題を語った際、周営校について触れました。原来政法委 元衛生副大臣が案に、修栄光は臓器狩りに関わっていると指摘し、その内容が香港のテレビ局で放送されました。修栄光事件が公表された後、官製メディアの人民日報は、権力がいくら大きくても、地位がいくら高くても、鉄帽子の王にはなれないと報道しました。 鉄帽子の王とは、真の時代、世襲で受け継がれた王の釈位のことで、通常の新王よりも特権があります。人民日報は1月13日の記事で、腐敗に鉄帽子の王はいない、反腐敗に地位の上限はないと述べました。著名な経済学者のカセイさんは、この鉄帽子の王は、江沢民や そう傾向レベルの大物だと指摘しています。衆栄光事件の判決が下された今、次の反腐敗のターゲットは誰なのでしょうか。時事評論家のペイ中元さんの分析によると、習近平指導部が5月1日に市民が裁判を起こしやすくする司法改革を実施した結果、中国大陸で江宅民国訴のうねりが起きました。さらに、 白嫌い、修栄光、除細校など失脚した江沢民派の人物から重要な証言が得られたとみられ、江沢民らを裁くのは難しくなくなったと分析しています。新東人テレビがお伝えしました。